神崎上新堂店の JTMC です。と、グーメンです。はい。今日からちょっとバイクの紹介をしていきたいと思います。はい。で、初めてなんですが、まあ、マウンテンバイクですね。いきなり、当店、うん、コアなところから。コアなところから。まあ、当店、基本的にロードバイクがメインなんですけど、うん、まあ、すぐ自分のバイクが手元にあったところでね、これを使ってみたいと思います。はい。僕、最近これちょっと購入させていただいて、ちょっとところどころカスタムもしてるんですが、まあ、マリーホックス、アガヤさんの黒森のマウンテンバイクですね。元は、日本で初めて量産されたマウンテンバイクとして、まあ、まあ、言われてて、まあ、元はアメリカの方で作られた、まあ、ゲイリー・フィッシャーだったっていうとか、マウンテンバイクを作ったと言われるメンバーたちがいたんですが、それを日本で、OEM、まあ、日本で生産してたっていう時期もあって、その新谷さんが、先導したっていうわけではないんですが、まあ、新谷さんが日本で量産したマウンテンバイクを広めたっていう感じのバイクです。で、それが、まあ、いろいろあって、長い間ね、続いて、今でも、黒森で使われてます。黒森なんですが、結構よくできてて、黒森だからといって、古い規格を使ってるわけではなく、いろいろあります。まあ、よく言われるのが、ヘッドって言って、ここですね。よく黒森だと、細い、一本で作られた、ストレートヘッドって言われるものをよく使われるんですが、オーバーサイズっていうものなんですけど、こちらに関しては、ペーパーヘッド、まあ、基本的に斜めに、上と下で径が違うベアリングが使われてて、合成のたっぷりあるものなんですが、はじめについてるフォーク、実はこれ、ストレートのオーバーサイズです。これ、ちょっと注意。中開けてみると、なんちゃってなんですよ。スペーサーで。ヘッドも、ベアリングだけで毛を変えている。毛を変えているという、うん。なんですが、これなぜこんな風にしているかというと、サスペンションフォークですね。入れるときに、まあ、新しい規格っていうか、まあ、基本的に、ペーパーヘッドって言って、この広がるタイプ、フォークを使うのが基本的で、それに合わせて先にペーパーヘッドが入る規格にしているそうです。で、なので、このバイク、基本的にフォークをサスペンションに入れ替えて、本格的なマウンテンバイクとしても使うことができます。で、このバイク、実際僕、マウンテンバイクとして、走りに行ったんですが、まあ、はじめ、フルリジットって言って、サスペンションがない状態で走ったんですが、まあ、はじめはちょっと怖かったんですが、意外にも、キビキビと走って、いい感じでした。まあ、ただね、やっぱりサスペンションがないと、しんどいね。しんどいです。ガツガツ山を走ろうと思ったら、やっぱり、サスペンションはあった方が、楽かなと。楽です。確実に楽です。うん、ただね、まあ、このバイク、いいからね。一つ、いいところがあるんですよ。こちら、さらに、今ね、タイヤが、さっき言うと 27.5 の 2.1 っていう、まあ、いわゆる 650B っていうサイズです。まあ、外周が大きくて、転がりがいいよっていうバイクなんですが、さらにこのタイヤ、太くできます。で、今言われる 650B プラス、あ、ごめんなさい、27.5 プラスっていう規格があって、まあ、セミファットタイヤっていうものなんですが、タイヤのボリュームを上げて、吸収、振動吸収っていうより、なんていうんですかね、ファットバイクって言って、雪道とか、砂地とかを走るバイクがあるんですが、そこまで大きくならずとも、太くなるタイヤを入れれるっていうバイクなんですよ。で、まあ、それ、
他のバイクでもあるんじゃないかってよく言われるんですが、実際それをすると、まあ、例えばこのチェーンラインであったりとかフレームにやっぱり干渉してしまうことが多いんですが、このマリーホップスなんとそれを先見の目で見て太いタイヤが入るように作られてるっていう、まあちょっと黒森らしくないマウンテンバイクっていうところで作られてます。で、まあそのタイヤを入れれば、まあ本当にサスペンションなくとも山道しっかり走れるんではないかなと思いましたね、こちらでは。まあコンポーネントなんですが、まあ、基本的にディオレ、島野さんのパーツでフルでアッセンブルしているんですが、まあ大きなところで言うと、まあフロントディレイラーかなというところです。まあ普通ね、マウンテンバイクっていうか、まあロードだとこういう下の方からワイヤーが通って、下が引っ張るっていうことが多いんですが、これディオレさんが新しく出した、ディオレさんではないですね、島野さんがディオレ、そうですね、島野さんのディオレですね、が出したこのフロントからねワイヤーが出てすごい抵抗のない状態で引けるっていう、フロントディレイラーが装備されていて、フロントディレイラーに関しては本当にスムーズに変速してチェーン落ちも一度もなく激しいライディングにも対応してくれました、ですね。まあちょっとこのバイクに欠点をというか注文をつけたいっていうところがありまして、ただシートヤグラですね、サドルのヤグラ、こちら、ボルト一本締めで締めているので、あまりにもやっぱり基本的にマウンテンバイクといえど緩いトレイルコースって言ってちょっと砂地とか石場がある程度走ることを想定してるんだと思うんですが、まあちょっと激しいダウンヒルをなると耐えれない、耐えれなくて、本当にグラグラ走ったら緩んできたり、あとシートクランプですね、ちょっと緩くて落ちちゃったりしてしまいました。まあ、変えるんであればシートポストとクランプもいいところのものを使った方がいいんじゃないかなというところですね。そうですね、例えばちょっとマニアックなパーツになると思うんですけど、トムソンっていうアメリカのすごい性能のいいパーツがあるんですが、そのあたりのシートポストであったりクランプであれば DKG という本当に簡単な力でしっかり止まるようなクランプとかもあるので、まあ、そのあたりに交換していこうかなっていうところがありますね。で、まあ、ちょっと僕のバイクもう現時点でちょっとカスタムさせていただいていて、まあ、ハンドルですね、ハンドルもちょっと長いものに変えて、グリップもちょっと普段はねちょっと実際は使いにくいんですけど、雰囲気よくバンズさんのグリップをちょっと入れてみたり、ちょっと自分なりにカスタムしてます。で、もう一つ言うと、このディオレで言うとロードバイクにはないこのテンションがすごくきつそう、きついです。本当に触ってもらうと分かると思うんですけど、よいしょ、硬い、本当に硬いです。まあ普通のロードバイクちょうどここにあるんで、ちょっと出してみましょう。ここで見えるかな。まあ普通のディレイラーってほんまにこう押すと指一本こんなに簡単に動くんですが、こちらちょっと見えるかわかんないですけど、ほんまに指一本では動かないようなテンションになってます。でこれがなぜこんなに硬いのか、故障してるんじゃないかって思われると思うんですけど、これには大きな理由があって、マウンテンバイクやっぱりオンロードと違ってガタガタしたところ走るので、チェーンが暴れてチェーン落ちの発生が多いんですよ。それを防ぐためにこのチェーンを引っ張る力を強くしてチェーン落ちをなくすっていう機能がついてます。で、まあそのライディング中乗ってる時ですね、ガタガタしないようなオンロードに近い状態であれば、ここにレバーがあるので、それを防ぐとこのように指一本で簡単に軽く走ることもできるようになってます。まあ、この硬くなっている状態で変速するとちょっとやっぱり変速性能悪くなります。ただ
できないわけではなく、ちょっと硬いなって思うだけなので、まあそんなに気になるところではないと思うんですが、まあこういう機能がついているので、本当にしっかり山の中でも走れるバイクとなってますね。で、このバイクなんですが、まあ、マウンテンバイクと言いながら、ほとんどの、まあ、当店でも結構販売させてもらってるんですが、ほとんどの方が街乗りに使われます。街乗りに使う方が多いですね。これがなぜかっていうと、本当にここが味噌なのかなと、このバイクの。対抗馬として、サーリーさん。うん、サーリーさんですね。本当に黒森の、まあ、王道のコミューターっていうよりね、もうすごいいろいろあるんですけど、僕らも大好きなバイクの一種なんですが、まあそれに、対抗できるんじゃないかなって思うようなバイクに仕上がってきてます。前のラップつけたりとかで、可愛らしく乗ってらっしゃる方も、多いですね。まあ多いかなと。ただ以降、街乗りであれば気になるところとしては、ちょっとギア比が前が小さすぎるんじゃないかなっていうので、走りがそうですねいまいちかなと。街乗りにする場合、こちらちょっとね、もうちょっとギア比がね、今36の26といって、やっぱり山洋服のねギア比になってるので、やっぱり正直後ろもそんなにでかいのいらんし、前もちっちゃすぎるんじゃないかっていうところで、もうちょっと変えた方が街乗りとしては走りやすいんじゃないかなと。確かにですね。もうこの際もう本当に僕ら思うのは、フロントを取ってシングルにしてちょっと大きなギア入れてあげると、街乗りには最適かなと。いいと思います、それ。で、まあギアにもダボがいっぱいついているので、ラックであったり、まあフェンダーなんですが、こちらフェンダー付けれないです、正直。付けれない。ここにあれがないんで。で、シートポストに固定するような、フェンダーなどをつけるのがいいのではないかなという。まあ、フロントもつけれるんですが、ちょっと、でかすぎるので、このダウンチューブにつけるようなものを選ぶのがベストかなと。そうなってくると、コミューターとかっていうよりは、マウンテンバイクらしさが出るかなと。まあ、そういう乗り方するんだったら、ありかなと。いいと思います。で、まあ、ここですね。ここにもダボがしっかりついているので、例えば、バイクパッキングですね。バイクパッキングって言って、そのツーリングに近い、バッグ、いろんなバッグを使ってツーリングを行うものなんですが、あ、ちょっとありますね。よいしょ。よし、よっしゃ。じゃあ、まあ、こちら。フレームバッグとシートバッグ。逆に持った方がいいね。うん、かね。で、まあ、例えばですね、一泊二日の旅行行きますとか、ちょっとキャンプに行きますっていう時に、こういうふうにバッグをつけるものなんですが、ここですね。こんなふうにいっぱい荷物詰めたりして、まあ、ラックだったり、フロントキャリアをつければ、さらに大きくいっぱい荷物詰めるので、まあ、こういう。で、こことかにもいろいろつけて、こういうものをつけた上で、まあ、ツーリングですね。ことも行えるんですが、まあ、その時ちょっとやっぱりタイヤ細くしたりするのがいいのかなって思います。他にあるかな？まあ余談かな。街乗りの話で言うんであれば、ちょっと本格的の部類に入るブロックタイヤかなと思うので、街乗りにするには若干しんどいんじゃないかなと。結構そうですね、音も結構ブロックの音がうるさいと思う。確かにこれね、オンロード結構しんどいです、走ってるとしんどいと思います。なんでまあほんまにオンロードにするんであれば、タイヤは逆に細くか、まあ、細く、まあ、細くというかブロックがないだけで、これの太さでもだいぶ走るようにはなると思います、かなり良くなると。であと、大事なことなんですが、このマニオックスなんですが、前後ともスルーアクスルといって、ちょっと外してもらってもいいですか、ね、ちょっと硬いかもしれません。硬い。硬くしとかないとね、ちょっと満点バイクなんで。見せてもらって。ああ、結構大事な写真はいらない。大丈夫。まあ、
こういうふうに、スルーアクスルといって、太い貫通軸でホイールを固定してます。で、マウンテンバイクではもう、マウンテンバイクっていうか、まあ、ロードバイクの、ディスクロードっていうものでは結構、一般的にはなってきたんですが、黒森のバイクで、この前後ともスルーアクスルを使っているっていうのは、僕いまだに見てないです、このバイク以外。実際ありますかね、黒森でマウンテンバイクとして使って、うん、で前後ともスルーアクスル。もしかしたらあるとは思うんですが、僕はあまり見てないんですよ。うん、大体まだ後ろだけクイックだったり、ロードバイクでも最近になってようやくスルーアクスル前後ともっていうのが出てきているんですが、黒森ではまずあまり見かけていないですね。うん、これはちょっと、マリーフォックス、ちょっと、よくやったな。悪い意味で言うと、バカだな。うん、すごい、いい意味での、やっちゃったなっていうところですね。まあ実際ちょっとね、この、ね、前のスルーアクスル、やっぱり、しっかり止めないと、緩い感じはあるので、しっかり止める、止めて使うのが、まあ、いいのかなっていうところですね。で、さらにね、このスルーアクスルなんですが、黒森の中では、珍しく、ブースト規格って言って、この、後ろの幅ですね、が、すごく広がる機構を使っていて、マウンテンバイクではもうすごく、まあ、標準的にはなっているんですが、まあ、まだ、メジャー的にはなってないんで、まあ、それによって、チェーンラインって言って、このチェーンの動きですね、の幅が緩くなったり、あと、ここの干渉が起きにくくなったりするのが、まあ、特徴で、まあ、このバイクが、まあ、そういう新規格にも適合してるっていうところが、本当によくできてるなと思って、僕、このバイクをちょっと買ってみました。うん、まあ、ちょっとね、いろいろ事件があって、事件納車がね、まあいろいろちょっとメーカー側のね、いろいろ制作の問題っていうか、いろいろやっぱり難しかったのか、企画がいっぱいあったので、ちょっと納期、半年ほどね、まあ、待ったりはしたんですけど。18年に関しては、なんとかさんの、どこどこさんの問題により、まあ、あんま言えないけど。言えないね。どこどこさんの問題により、完成形にならなかったので、出荷ができなかったっていう状態が続いていて、本当に半年、うん、いや、もっと8ヶ月ぐらい、8ヶ月ほどちょっと遅れて、うん、入荷が遅れたんですが、で、まあ、もう一個言うんであれば、はい、で19年モデルももしかしたら遅れる可能性もあるんじゃないかなっていうところ、まあこれはまあ確定ではないので、でうん、まあちょっと様子見かなっていうところです。今のところでは、下旬、4月下旬。2019年の4月下旬を予定してます。で、タイヤが、シュアルベじゃなくなる可能性が大です。ただ、どこのメーカーになるかはちょっと、調べないと。わからない。わからないというか、うん、まあちょっとメーカーさんとの確認が必要かなっていうところですね。まあ、ただ個人的に思うところとしては、WTB なんか入れたらいいんじゃないかなと。でも僕やったらあれかな、マキシス。いやマキシスもいいですけどマキシス、ただこうなんていうか、日本のアラヤさんだからパナレーサーだとかをちょっと入れてみたいなっていう、それかちょっとパナレーサーのイメージが結構労働のイメージがあるなっていうので、ちょっと強いから、まああとは剣だとか、ちょっと昔のマウンテンバイクっていう感じのやつ、これね、剣だってちょっとね難しいんやけど、ちょっとね見る人が見るとちょっと安いもんじゃないかって思われること、よくね感染者とかついてくるんで、まあ確かにね、そういうちょっと見られやすいんですが、結構やっぱり上位モデルって言って、その走るタイヤはね昔から
あのよく使われて、マウンテンバイクとかでもよく使われていて、すごく性能が高いので、ちょっとそういうのも入れてみたいなってところもありますね。そういう街乗りであれば。うん、あと僕が、まあ、さっきも出てきた、あのマキシスっていうあのメーカーさんなんですが、まあ、あれ、確か台湾ですかね。台湾、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですが、まあ、間違ってたらあのテロップで。テロップで、どこら辺に今出てると思うんで、あれなんですけど、まあ、そこのメーカーさんのタイヤがすごく僕、好きで、ダートジャンプとかでも使わせてもらってて、結構調子がいいので。ああ、使ってたね、あのバイク。そうです。まあ、ダートジャンプって言って、ちょっとあの BMX に近い競技なんですけど、ちょっと最近ちょっとハマっていて、うんうん、そこに入れてるバイクがそういうタイヤを入れてるんですけど、結構調子いいので、うん、そういうタイヤも入れてみるといいかもしれないですね。あと、あるかわからないんですけど、名前が出てくる。リベル、うん、あの、スリックタイヤの。スリックタイヤの名前が出てこない。ね、ジャック・ブラウン。ジャック・ブラウンは 700C だから、まあそういうタイヤもちょっと雰囲気があっていいと思います、ね。ジャック・ブラウンの系統、リーベンデルの、系統は 33C だから、このバイク今ちょっと細すぎるかなというところ。やっぱり WTB がいいのかもしれないですね。33っていうのは、このタイヤやったらできれば42ぐらいはあった方がいいんじゃないかな。いいかなっていう、うん、2.0 なんで、それぐらいあってもいいかもしれないですね。でただ空気圧ちょっと高めにしといた方が、ちょっとね、やっぱり重量を、ちょっとカタログに書いても、重量がちょっと、何キロ ?13 キロ。ここに書いてなかった。書いてるかもしれない。なんで、書いてない。うん、まあ、マウンテンバイクでは結構普通、黒森マウンテンなんで、そのあたりは普通なんですが、タイヤ、まあ、細くして、ちょっと空気圧高めれるようなものが、まあ、おすすめかなっていうところですね。これちなみにこれ何本入るんだかな。これで 55PSI ですね。最大で。なんで、結構張ってる。張ってるんですが、まあ、ボリュームがあるんで、まあ、うん、まあ、まあ、いいんじゃないか。ただこれでもちょっともうちょっと欲しいなっていうところです。もうちょっと欲しいのは気圧高めで走りたい。走りたいって感じでしたね。やっぱり、これに乗って山まで行って、その後走って、空気圧。このタイヤ結構、真ん中がって揃ってるんで、普通の道走っても。まあ特にはもう、問題はない。アスファルト走っててもそんなに、ゴム感とブロック感というか。は少ない方なんですが、ちょうどね、間ですね。ほんまに、マウンテンと街乗りの間を取っているので、山に行くとちょっともうちょっとブロック欲しいし、街ではもうちょっとスリックタイヤが欲しいっていう。まあ、どっち仕様にするか、もう振る方を決めてしまって、きっちり振る方がいいんじゃないかな。いいと思いますね、そこは。本当に。まあ、本当にタイヤだけか。タイヤとギア比だけ考えれば街乗り。まあ、本当にカスタムしがいが、ありすぎて。どうでも、いい感じにどっちにでも触れるっていう感じですね。で、一つだけ注意ですね。満点行ったんですけど、ちょっとここ、フレームガードつける、貼り忘れていて、すごく、買った早々傷だだけです。まあ、それはかっこよさっていう。まあ、愛嬌ですね。で、まあ、あと、もうほとんどないんですが、あとは僕、ちょっとおすすめっていうか、普段使ってるこのペダルですね。クランクブラザーズって言って、まあ、ペダルなんですが、シマノさんがやっぱり今、すごい、SPD って言われるものがすごく多いと思うんですが、こちらのペダル、よくできていて、踏み面が、全部で4面実際あるように作られていて、シマノさん、基本的に表裏であれば2面なんですが、こちら、まあ、2面でありながら4面、使える。そうそうです。踏めるんで、本当に足を置くと、その場でカチッと入るような感触があるので、
すごい乗り降りが多い場合、こちらすごくおすすめしてます。実際、オンロード、まあ、ロードバイクも乗ってるんですけど、ロードバイクも、こちら使いますし、こういうふうにマウンテンバイクでも使います。のここの面が2面裏表ありながら、ここがくるくる回るので、どこでも踏めるという感じ ですね。まあ、これが結構おすすめさせてもらってます。ただね、一つだけシマノと違うところがあって、一回はめるときとつけるときが、外すときが結構緩い感じがするんですよ。シマノさんパチンってね入る感じがするんですけど、こっちちょっとぬくっと、パチンっていうのとぬるっ、そうです、そんな感じで、でそこが好みは分かれてて、ただね、これはめるとき、その入った感触がないこともないんですけど、やっぱりその音が好きっていう人も多いと思うので、まあそこを見極めて使ってもらうといいと思います。ただ僕これは本当に一回使い出してからもうずっとこればっかりで、実際にシマノさんのペダルも使っているんですが、まあゆるのりですね、そのレースとかすごいロングライドに行かないんであればこちらをおすすめしてますので、まあぜひ店頭で置いてるんで一回、そう、ね、ロードとかでもすごく使いやすくて、で今はロードとかでもポタリング行って、その先で歩かれるっていう方が結構多いんで、こういうやつの方が靴としては歩きやすいかなと。ですね。あとちょっとこれとはまた別のモデルなんですが、ちょっと。こちらですね。ちょっと見えにくいかな。こういうふうに、片面、フラットで、このひっくり返すと、さっきの、これみたいに、なってるんで、すごい使いやすいんですよ。ただ使いやすいって言えど、何かというと、この飛び出しが、シマノさんよりちょっと出っ張りが少ないんで、反対側でも靴が、靴で、普通の、ビンディングシューズじゃなくて、靴で、スニーカーで履いた時も結構、踏みやすいかなっていうところで結構おすすめしてるんですけど、まあ、これもやっぱり好みです。なんで一回、どっちも使っていただいたらいいのかな。こんな感じですね。裏表踏み面があって、中がどんな状態でもくるくる回ってくれるので、どこではめても、この踏み、こう掴むところが出てくるっていうので、パチンとはめやすい、使いやすいっていうところ、まあ、ペダルの特徴ですね。あ、こんな感じです。なんかありますかね。まあ、あるとしたら、まあまあ、あと黒森の、素材的には一般的に言われる、4130、いわゆる、いわゆる一般的な黒森と言われる黒森。まあ、本当に丈夫で、まあ、このマウンテンバイクにはこれかなっていうところですね。あまり買っても、特徴的なやつよりは、まあまあ、いわゆるこういう方が何とでもできる的な。そうですね。あと、これ価格がね、すごく、価格がだいぶ魅力的で、こんなに機能がたくさんあって、なんと定価が、税抜きで、108,000円。もうこれ、ありえないですよ。本当に。19年モデルはもしかしたら、ちょっと値段変えて、されてるかもしれない。こんだけ遊ばせてくれるバイクで、本当に10万円台で買えるとは僕も思ってなくて、まあ、他の似た感じのところのメーカーさんだと20万は超えてくるかなっていうところですね、本当に。だったら例えばその20万用意してきて街乗りにするんであれば、ちゃんとギアに考えてあげて、20万だったらね、本当に
何でもできる。何できるやろ。何でもしてあげて、ただ、あの、20万円以内にフォーク変えるっていうのは正直難しいかな。いや、いけは、フォークはいけるでしょ。まあ、よく人気なね、人気っていうか、まあ、あの、手頃でいけば、5万ちょっとで、あの、SR サンサーっていう、ちょっと値段が、ちょっとあやぶやなんですけど、サスペンションとかも入れれます。ただまあ、あんまり安いのを選ぶと、スルアクスルじゃなくなったりとか。結構いろいろあります。なんで、まあ、20万準備してもらえれば、本当にサスペンションも入れて、十分、山、タイヤも交換して、うん、まあ、サスペンション入れて 27.5 プラスって言ったら、もう最強ですけどね。うん、どこでも行けちゃうかも。まあ、やっぱり、あの、雪山とかはちょっと無理ですけど、まあ、普通のマウンテンとしてはもう十分に使える機能を果たしてくれますね。うん、まあ、最後に言うと。まあ、遊べる、楽しそうな自転車、うん。ですね。本当に、まあ、本当に、ここだけ、頑張ってください。と。そこはね。まあ、そんな感じです。どうでしたかね。いいと思います。じゃあ、今日は、これで。以上で。あの、またよかったら、ホームページ、うちの、あの概要欄貼り付けて、この辺に今出てると思うんで、こちらまで、こちらまで。いや、多分、あの、カテゴリーの、あの、下の画像の下に貼り付けるから、まあ、ここにも書いとくんで、お願いします。まあ、来てもらったら、いろいろ、お願いします。ね、まあ、わからないことあったら、コメント欄でも。コメント欄はちょっと、あれか、メールかな、メールください。メールで、お願いします。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。